はい、ゴー。でね、今日はね、これ、なんだろうな、プチハッシュドポテト。こんなのもあれでしょ、おつまみにいいでしょ、言いましょう。はい、オリーブオイル。ちょー。よいしょー。いや、結構これボリュームあるな。よし。あ、落っこっちゃった。救出しまーす。SOS、救出しました。ちょっと塩コショウ、塩コショウって言いながらね、コショウからいくのもなんだけどね。コショウ、よし、塩いきますよ。塩はね、効かした方が絶対うまいと思うんだよね。よし、もういいんじゃない、これもういいでしょう。行こうよ、行こうぜ。よし、いただきます。分かった、これね、タンプスでね、大正解。あのバックにプリントしてあるあの顔、ご存知の方、あなたは映画通です。キャストアウェイっていうね、トム・ハンクス主演の映画、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。あのね、トートバッグに映っているあれはね、今から俺やっていいですか。あれを見た瞬間にみんなこう言うと思います。ウィルソン。ウィルソンですよ、ウィルソン。キャストアウェイ、ぜひ見てください。キャンプ好きな方だったら絶対見た方がいいと思う、はい、映画ですよ。落としちゃった。それはね、ちゃんと水で洗って、私飲みますよ、ちゃんと水洗って、はいはいはい、コップに移して、はい、あ、また落としちゃった。氷はね、キャンプ地ではね、貴重ですよ。無駄にはしません、私は無駄にはしません。そんなね、氷あるからいいよじゃん、まあ、もういいえ、土ついたの、また。いやいや、びちょびちょだよねこれ。はい、時刻は6時でございます。今からね、鍋を作っていきたいと思うんです。鍋ってね、本当あの名言があるじゃないですか、鍋に悪人はいない。皆さんご存知ですか。私作ですけど。とにかく今から鍋を作っていきたいと思います。寒い時にね、鍋は最高。ダン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 ジ、本出しいきますよ。本出しはね、いっぱい歌うはいいからね、スティック一本いっちゃいます。よし、シシ肉いきますよ。なのでちょっとね、臭み取りのためにね、これネギのこの上のね、この葉っぱの部分ね、青い部分を入れていくので、これをネギを取りに切ってみましょう。よいしょ。ここをね、後で使えますよ。これを入れるとね、臭み取りになるでしょ。まあ、しし鍋といってもね、やっぱり出汁はちゃんと取りたいので、こんな汁入れましたけど、私これを入れないと気が済まないんですよ。これはありますね。はい、鶏皮ですよ、鶏皮。これをね、入れるとね、鍋ってめちゃくちゃうまくなるんですよ。ドゥス、うわー、しに行くぜ、切ろうぜ。じゃあ、ふふと、キリキリマイ、キリキリマイ、キリキリマイ。鶏からドン。これ入れると入れないじゃね、鍋のね、出汁のレベルが違いますから。それ言いましょう、うん、はい、鶏皮の後のシシ肉いくぜ。シシ肉大量いちゃうよ、もう肉の方が多いんじゃねえかぐらいね。この後ね、野菜もね入れますけど、とにかくね、肉たっぷりの鍋を今日は作りたいと思います。ダーン。はい、臭み取りのネギ入れていきますよ。よし、切ってね、こっち切って、また入れていきますよ。でね、後でね、アク抜きます。あ、日本酒も入れていきますよ。はい、でらーっと日本酒もある。オッケー、ちょっとアク取って
れ今あそこにいるのなんだ。いやなんか獣がいたぞ、獣が。なんであそこに今通ったの。今の見たいよ。何だろう。今動物いました。動物いました今。なんか動物が。なんだ。ということで、今ね、多分いた獣はね、ハクビシンかな多分。ハクビシンかタヌキとかそういう感じだったような気がしますよ。というか、アクを取っていこう。よし、気を取り直してね。アクを取っていきましょう。トゥートゥー。えのきバンバイエ、えのきバンバイエ、ペーペーペー。豆苗ですよ。これね、切っても切っても3回ぐらいね、伸びてきてね、とてもエコな野菜ですよ。これを入れていきましょう。どうす。いいね。緑が入ると急に美味しくなるのは何でしょうか。いらっしゃい。トゥー。あ、そうだ。一番初めに切ってたネギも入れてねえよ。よし、ウォープー。鍋をね、今やってるんですが、おしっこしたいですが、いやいやいや、これね、このカメラっていうか iPhone だと撮れないかな。すごい雰囲気なんですよ、これ。いろんなキャンパーさんがね、それぞれのね、ランタンなり焚き火をしてね、煙がこう立ってね、いや、今すごいいい時間。いや、めちゃくちゃいいな、俺。ということで、私はトイレに行きます。はい、いいんじゃないの、いいんじゃないの。よし、開けよう。トゥ絶対これうまいと思うよ。これね、まずね、うまいっていうのはね、出汁で取った鶏皮、これがあるからうまいということを分かってもらいたいって、俺だけじゃないか。隣のね、年寄りさんにね、持ってきますけど、とりあえずそこ分かってもらいたい。とりあえず行きましょう。よし、とりあえず行こうぜ。よし、ほら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 、トン。よっしゃ、絶対うまいと思うんだよ。絶対うまいよ、間違いなくないと思う。はい、これでここに、はい、ポン酢、とりあえずポン酢ね。ポン酢大事だよ、鍋にはポン酢で決まってるから。よっしゃ、やりきます。トゥー、いくぞ。はい、はいはいはい、皆さん、映像だと分かんないと思いますけど、めちゃくちゃうまいんですよ、これ。はっきり言ってね、このうまさとか香りとかね、このね、寒い中で食う鍋がどんだけうまいかって伝えない。どうやって伝えたらいいのかな。どれもうまいよ。うん。ああ、たまんね。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。よっしゃ。はい、これつけてみる。マスタード。うわ、好きだ。じゃじゃん。じゃ。このベーコン厚すぎでしょ。ベーコンっていうか、これなんだ、ハムっていうか肉っていうか。いただきます。さっさっす。見て俺も初だからね。すんげえうまい。うまいっすね。うまい、最高。いやー、ベーコンじゃなくなってるんだ。これヨナハムですね。窓を開けたら、あらら、優しい日差しいっぱい浴びて、どんな気にやん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 、ティーパーティー未来にあふれていく歌に。時刻は11時ぐらいですよ。いつもね、あの向こう見えますかね、右側、右上のキラキラ光ってるランタンの向こう側ですよ、奥ですよ。あそこはね、いつも行っている新戸キャンプ場なんですが、川を挟んでこっちの青の原オートキャンプ場に今回来ました。
で、いつもね、あっちから見てるとすげえ人がいて、なんかキャンプ場なのにあんなギシギシでやだなと思ったんですよ。思ってたんですよ、正直言うと。でもね、まあ来てみたらね、意外とあっちゃんの角度から見たらギチギチだったけど、そうでもない。一区画がね、結構ね、大きいですね。だから、まあソロキャンプでも、まあまあいけるのかなという気がします。ダン、ダン、ダン、ダンジ。いや、寝る前にね、やっぱりさ、カップヌードルをね、これを食べてから寝たいと思います。なのでちょっとね、お湯沸かそうよ。よしよいしょ、ぐわ、火足りるかわかんないけど、とりあえず沸かしましょう。お湯沸いたんじゃないのということで、入れていきましょう。よいしょ。これはね、前に食った時にね、癖になったんでね、うまいよね、絶対ね。よし、じゃあ3分ほど待ちましょう。おい、食いましょう。3分経ちましたよ。よっしゃこれ最高でしょ、これ絶対うまいでしょ。よし、行こうぜ。やっぱね、夜中のねカップラーメン最高っすわ。もう、もうこれで、むしろこれ一生でいいんじゃねって感じでした。日清ありがとう。はい、初めてのね青の原オートキャンプ場に来まして、今ね11時ぐらいですよ。今日はね、以前ね新宮キャンプ場でお会いした素敵なご夫婦の旦那様とこちらでお会いすることができました。めちゃくちゃごちそうになりましたし、お話もさせていただきましたし、一番初めにね会った瞬間のインスピレーションが正しかったということが分かりました。結局人と人っていうのはキャンプとかね仕事とか関係なく、なんかね瞬間的にねこの人と会うだろうなって思う瞬間ってあるんですよ。それが分かった一日でした。私よりもね6つぐらい上のね先輩なんで、お話しさせていただいててもキャンプ論もそうだし人生論も学ぶことがとても多かったです。とにかくあったかい、そして優しい、言葉の数々に含蓄があり、尊敬できるってそういうことですよね。まあいずれにしてもとってもいい一日でした。ここのキャンプ場ね、景色もいいし、まあ、あの新道キャンプ場はねあっちはあっちでいいんですよ。でもねこっちはこっちのね良さがある。だから今日は1回目なので、これにとどまらずね、もう1回または2回、3回、また来たいと思います。とにかくねいい日でしたよ今日も。キャンプ最高。まあそういうことですよ。よし、そろそろ寝ましょう。じゃあ気温をねちょっと見てみましょうか。はい、気温 1.2 度。テントに入ります。よし、なんだろうな、今シュラフに入ったんだけど、今日はねあったかいはずなんですが、なんかね足が冷えるね。前回と違ってねシートも引いたんですけどね、とにかく足が冷える。まあでもね今日もねとてもいい日でした。新しいキャンプ場ってねなんかねちょっと興奮しますよね。どんな景色があるのかなとか、薪がいくらなのかなとか、いろいろあるじゃないですか。そういうね楽しみがあって、とても今日はね充実したいい日でした。とりあえず今日はね寝ますよ。また明日もね楽しく過ごしたいと思います。断じ。